アキュビューとは、ジョンソンジョンソンが開発、発売している、コンタクトレンズである。1日で、新しいレンズに交換する、使い捨てタイプと、最長2週間で交換する、品解交換タイプの2タイプのみを発売している。2016年現在、同社では、従来型ソフトコンタクトレンズとハードコンタクトレンズは、発売されていない。全製品が、UV カットであり、 二週間交換タイプのレンズケアは、煮沸消毒を行わない、マルチパーパスソリューションや、過酸化水素によるコールド消毒を採用している。またすべての製品は睡眠中はレンズを外す終日、創用となっている。1988年に、米国で発売を開始し、日本では1991年から発売を開始した。 日本をはじめ世界65カ国で発売されており、2016年、現在、コンタクトレンズシェアナンバー1を誇っている。アクブという名称の由来は、アキュレートとビューから作られた造語である。また、ビューの中心には、いつもあなたがいてほしい。との思いが込められている。2017年現在、以下の商品が日本国内で発売されている。 ツ日交換終日創用タイプ最長2週間、交換終日創用タイプ1995年4月発売開始、ツ日交換タイプ、ワンデータイプでは、スタンダードな製品、グループ4エイタフィルコン、エイヘマ及び、マー 9.0mm から 12.00d プラス5.00。 D14.2mm 58%0.084mm 28.033.32005年9月発売開始、1日交換タイプ保存液中に潤い成分を組み込み、独自のラクリオンテクノロジーを採用し、水分子を引き寄せてレンズの水分保持力を高めている。そのため、今までのレンズよりは乾きにくくなっている。 一日使い捨てコンタクトレンズ市場において、ナンバー1のシェアを獲得した、ワンデーアキュビューモイストグループ4へいたフィルコン、エヘマおよび、マー 9.0mm 8.5mm から12.00、D プラス 5.00D マイナス12.00。 d 0 5、mm、0 d 1 4 2 m、mm、m 5 8 0 0 8 4 m m 2 8 0 3 3 3 2 0 0 6年2月発売開始。乱視向けツ日交換タイプ。レンズ上下部が薄く、左右部が厚くなっており、レンズの回転を抑える仕組みになっている。上下部分には小さく線が入っている。ワンデイアキュビュー乱視用グループ4エイタフィルコン、A ヘマ及び、 マウ 8.5mm から 9.00d プラスマイナス 0.00d マイナス 0.75d マイナス 1.25d マイナス 1.75d20°90°160°180°14.5mm58%0.09mm28.031.12005 度度度度年2月発売開始1日交換タイプリング状に着色した部分がレンズに サンドイッチ状に挟まれており、黒目部分をはっきりと強調させたり、大きく見せたりする効果がある。アクセントスタイルとビビッドスタイル、ナチュラルシャイン、ラディアントチャーム、ラディアントブライトの5種類が販売されている。発売以来、女性を中心に受け入れられ、1日、使い捨てコンタクトレンズ市場において10%を超えるシェアを獲得した。ディファインとは、 輪郭をはっきりさせるの意味である。ワンデーアキュビューディファイングループ4エイタフィルコン、A ヘマおよび、マー 8.5mm から 9.00d プラス1、mm、0、mm、0 d 1 4 2 m m 5 8 0 0 8 4 m m 2 8 0 3 3 3三二千十年四月発売開始。シリコーンハイドロゲル素材を使用した交換タイプのコンタクトレンズとして年に英国と、 アイルランドで発売されて、以来、世界20カ国以上で提供されている、最長2週間交換タイプのアキュビオアシスとほぼ同じ仕組みを使った、ハイドラクリアワンテクノロジーで、高い保水性を保つとともに、酸素透過率も、ラガンの98%という比率を達成した。2010年8月19日、利用者から、目に刺激を感じていたかったなどの苦情があり、調査したところ、 アイルランドの工場の生産ラインでレンズが十分に洗浄されていなかったことが判明し、一部を自主回収すると発表した。グループアインラフィルコン、A ヘマ及び OMPDMS、ドマ 9.0mm 8.5mm から12.00、D プラス5.00、D マイナス12.00。12. DE-0.50D14.2mm 46%0.085mm1001182017 年1月発売開始。シリコーンハイドロゲル素材を使用した1日交換タイプのコンタクトレンズ。涙に含まれる無賃を模した成分をレンズに組み込むことで、レンズと涙の一体化を、ハイドラリュックステクノロジーという名の技術で実現。目の疲れの一因となる。 乾燥感、ぼやけ、まばたきの際の摩擦を軽減するという、グループ I 製品用フィルコン A にヘマ、シマーに m p d m s 線及び、ドマ 9.0mm8.5mm、mm、から12.00、D プラス5.00、D マイナス12.00。12. D-0.50D14.3mm38%0.085mm1031212007 年3月発売開始。最長2週間交換タイプ。海外では日本より以前に発売されていた。ニューインクアキュビューの進化版として位置づけされている。水より酸素をより多く通す。シリコーンハイドロゲルと呼ばれる。新素材を使用し。 含水率が低いながらも飛躍的に酸素透過率が上がった。また、同社独自のハイドラクリアテクノロジーを採用し、SHSCL では弱点とされていた素材の硬さとうるおい面を克服させているシリコーンハイドロゲル素材を使用したコンタクトレンズは、チバビジョンからオーニオプティクスが2004年10月に日本で初めて発売され、ボシュロムから メダリストプレミアが2007年5月に発売された。また、メニコンからもメニコンにウィークプレミアが2008年2月に発売されている。これまでのソフトコンタクトレンズは涙の水分を介して角膜に酸素を届けていたため、一般的には眼水率が高いイコール目に酸素が多く届くとされていたが、酸素透過率には限界があり、また、水分を多く含めば含むほど、 長時間創用した場合に乾燥し、創用感が悪化する、などのデメリットがあった。しかし、シリコーンハイドロゲルレンズは、レンズ素材のシリコーンそのものが酸素を水より多く、通すため、眼水率に依存せず、高い酸素透過性を実現している。従来のソフトコンタクトレンズと比べ、数倍もの酸素を通すので、次世代のレンズとして注目されている。グループアイゲイリフィルコン。 エイヘマシマーに MPDMS よび、ドマ 8.7mm 8.3mm から 12.00D プラス 5.00D14.0mm 47%0.07mm 60.085.72007年3月発売開始、最長2週間交換タイプ、アドバンスと同じく新素材のシリコーンハイドロゲルを使用しているが、オアシスでは、 浸水性高分子をより多くレンズ内に組み込む独自のハイドラクリアプラステクノロジーを採用し、さらに乾燥感が抑えられ、アドバンスよりも酸素透過率が上がっている。また、レンズ表面も滑らかにしているため、創用感も向上している。以上のことからアドバンスの上位モデルとして位置づけされている。アドバンスとオアシスは、米国の SHSCL 市場において、 発売から3年間でともに、シェア1位、e、2位を獲得している。グループ I 繊維用フィルコン、A ヘマシマーに MPDMS および、ドマ 8.8mm8.4mm、mm、から 12.00D プラス 5.00D14.0mm38%0.07mm1031472008 年3月発売開始。卵子向け最長2週間交換タイプ。 蒸気のオアシスと同じく、新素材のシリコーンハイドロゲルを使用しており、レンズの性能はオアシスとほぼ同等である。乱視矯正のため、独自のデザインを採用し、レンズの回転を抑えている。また、上下左右対称のデザインにすることにより、重力による影響が少なく、顔の向きが変わってもレンズが安定し、良好な視界を得ることができる。グループアイ専用フィルコン。 エヘマシマーに MPDMS よび、ドマ 8.6mm から 9.00D プラスマイナス0.00。 d 0 7 5 d 1, 25, d 1. 75, d 2 5 d 1 7 5 d 2 2 5 d 1 0度、2 0度、6 0度、9 0度、1 2 0度、1 6 0度、1 7 0度、1 8 0度、1 4 5 m m 3 8 0.08mm103129999 年10月発売開始最長2週間交換タイプ トータルバランスで優れているスタンダード製品であり、販売店では比較的安価で販売されている。アキュビューシリーズの中で長らくの主力商品であったが、前述のアキュビューアドバンスやアキュビューオアシスの発売に伴い、現在はアドバンスオアシスの両製品が2週間交換タイプの主力商品に据えられている。グループ4エイタフィルコン、エーヘマ及び まあ 8.3mm 8.7mm から 12.00d プラス 5.00d 14.0mm 58%0.084mm 28.033.32008年7月発売開始最長2週間交換タイプ前日のワンデーアキュビューディファインのヒットを受け2週間交換として新しく発売されたレンズの性能は通常の ニューイークアキュビューとほぼ同等である。また、ワンデーアキュビューディファインでは着色部のデザインが2種類あるが、ニューイークアキュビューディファインでは、ダークブラウンのビビットスタイルのみ販売されている。グループ4エイタヒルコン、エイヘマおよび、まあ 8.3mm から 9.00d プラス1.00。 D14.0mm 58%0.084mm 28.033.32000年2月発売開始、レンズ中心部から引用、金用が同心円状に5つのゾーンに分かれており、視線を変えることなく、遠くの物体と近くの物体を同時に見ることができる。グループ4エイタフィルコン、イヘマ及び、まあ 8.5mm から 9.00D プラス3.00。 D++1.00 プラス D++1.50 プラス D++2.00 プラス D++2.50 プラス D14.2mm 58%0.075mm 28.037.32009年12月以降、コンタクトレンズ販売業者に対して、ワンデアキュビューモイストなどの商品の価格を、広告やホームページ、チラシなどに記載しないよう強制していたことが分かった。 小売店間の価格競争や新製品の値崩れを抑止する狙いがあったとして見られており、従わない販売店には仕入れ価格の値上げなど優遇措置の取りやめを示唆したという。これを受けて、公正取引委員会は独占禁止法違反に当たるとして、2010年3月30日に本社や関係先などの立ち入り検査に乗り出している。また、2002年12月には、 インターネット上での販売を認めない方針に対し、厚生取引委員会は独占禁止法違反に当たるとして警告を出している。アキュビューの各製品は現在、アメリカのフロリダ工場とアイルランドのリムリック工場で作られている。日本でのアキュビューの CM や広告では、過去から現在まで多くの女優、女性モデルが出演している。山口智子愛武咲と大陸海渡さゆり高も、 秋子井村空美志保上原美沙松下なお大谷英子エレが相沢さよりく、守る絵は押し切り萌京富永沙織山本水木平田香る子、沢里奈山下リオ松永かなみた丸牧里、め恵みいくい味、梅沢レナ花形綾佐、池田香り舞小スミレウエの夏人田エリカボタ社とも、J&J、コンタクト価格広告に不掲載要求か、コートリー調査、朝日新聞、 2010年3月30日、広告に、コンタクト価格表示させず、J&J タち入り、読売新聞、2010年3月30日、ありがとうございます。